コルネリス・ファン・フォーレン・ホーフェンを編集中。コルネリス・ファン・フォーレン・ホーフェンは、オランダの法学者。ライデンアダット法学派の確立者として知られる。ホラント州ドルトレヒトに生まれる。ライデン大学に学び、法学修士、セム語学士、政治学修士を取得後、1898年に、法学、政治学で博士号を取得。1901年に、ライデン大学教授に就任。 インドネシアのアダット法と国際法の研究、教育に専念し影響力を持った。1932年にはアムステルダム大学より名誉博士号授与。1933年ライデンにて没する。インドネシア各地のアダットはそれまでも研究者の注目を浴びていたが彼によって初めて学問的に体系化された。1918年に 大著、オランダ領東インドの監修法第一巻が完成し、それまでのオランダ植民地成長が推し進めていた法体系の一元化、西岡の再検討とともにアダットの多様性を認める、要主張。ユトレヒト学派と対立するも最終的に勝利した。また、1910年以来、監修法修正の慣行を指揮した。このプロジェクトは彼の死後も弟子に受け継がれ、 45巻に及ぶものとなった。保連法編の思想的背景には、ドイツロマン主義、とりわけ、カール・サビニーの歴史法学の影響があった。サビニーによれば、あらゆる法は、まず種族と民族の信念とによって生まれ、ついで法学によって成立するもので、民族の歴史的発展の所存であり、従って、法は、立法者の死意に左右されるものではない。 このロマン主義的投影を、ホレン方ンは、オランダ領東、インドに求めたのである。ありがとうございます。